Danjiri Matsuri Festival in Osaka. The festival takes place every fall in Kishiwada, Osaka and surrounding areas. The festival has a tradition of over 300 years of history. It is a very famous festival with majestic and vibrant sounds. The special highlight of the festival is when the Danjiri shreds through a tight corner going full speed. This is the main attraction of the festival. However, not everyone knows that the floats are drawn and engraved. A Danjiri is made up of more than 1,000 carvings of exquisite detail. All details are delicately carved by craftsmen, overwhelming the viewer with their beauty. It is a masterpiece. Truly a work of art. The people who make these masterpieces are called Danjiri sculptors. Here is a young man who is responsible for promoting the tradition and culture of the Danjiri engravers. Danjiri sculptor, Hara Yoshinori. Osaka Kishiwada, KINOSHITA KENJI KOGE. Danjiri no horimono o senmon ni suru shokunin no koubou de aru. Kishiwada ni wa oyoso 50 nin no danjiri horimono shi ga iru to iwarete iru. Koko 木下彫刻工芸には、堀物師の第一人者、木下健二氏を親方とし、 10人の職人が日々腕を振るっている。 原さんは1983年、大阪岸和田市生まれ。幼い頃からだんじり祭りが大好きで、高校に上がる頃には、 美しい彫り物のだんじりそのものに興味を抱くようになった。そして16歳の時高校を中退し、だんじり彫り物師の名工木下健二氏に弟子入りしたのである。この彫刻っていうのは昔から興味はあったんですね。あ、そうなんですか。はい、まあ僕高校行って、 なんかずっとね、その高校行ってて面白くないし、こんなんしてんやったらどっか働きたいなって、僕の家の近くにここの木下の彫刻の、彫り物屋さんがあって、っていう、まあ、なんかの縁かもしれませんけど、雇ってもらおうっていう気じゃなくて、とりあえずどんなんやろうって、どういう仕事してるんやろう、 どういう彫り物を彫ってやろうっていう、まあ、興味もあったんで、ちょっと見学させてくださいと見ていくうちに日に日に、ああ面白そうやなっていう、まあ、さらに興味持つようになって、で何日か経ってから、まあ一遍やってみるかと親方から言うていただいて、本当は入れるつもりじゃなかった。 ところがね、原君は1週間ほど毎日ね、通ってきて、まあどっちか言うと根負けしたみたいな感じで、じゃあそこまで熱心に釣られるとね、じゃあ一遍やってみるかいう感じで、この仕事に入ったいう感じ。だんじりの彫り物は 欅に刻まれる。欅は丈夫という性質があるものの、それ以上に木目が美しいという彫り物に欠かすことができない材質であることが欅を用いる大きな理由だ。そのためだんじりの彫り物は、その木目の美しさを損なわないように彫られ、さらにほとんど彩色を施さない。人物や動物の目などわずかなところに限られている。 彫り物の題材には、戦記物語や神話の名場面が多く取り上げられる。親方の命を受けた原さんが、今、魂を込めた一刀を刻む。だんじり一台、1000を超えるパーツのすべてに彫刻を施す。そのため、新しく制作されるだんじりが完成するまでに、
およそ10人の職人が取り組んでも1年以上もの時間を要する。完成しただんじりは修理を繰り返しながら何十年にもわたり町の人々に愛され続ける宝となる。工程は下絵から始まる。表題を決め、素材の欅に人物などの絵を描いていく。その際、絵が立体になった時を頭に描きながら、かつ素材の木目が一番美しく現れる状態をも想像し描いていく。荒彫り。下絵に合わせのみを金槌で叩き、おおよその姿を彫り出す。原さんが荒彫りに挑む。この工程は修行を終え、親方に年季明けを許された職人だけに託される。年季が明けるのには7、8年かかると言われている。原さんは去年の秋、親方より年季明けを許された。弟子入りからおよそ10年。実は原さんは16歳で弟子入りしたが、20歳の時一度工房を飛び出していた。まあ、遊びだなったんでしょうね、多分ね、今を振り返れば。で、まあ、慣れてきた頃やったっていうのもあったし、で、まあ、一回離れてみて、で、まあ、ちょっと増してからやっぱり彫刻しかないなと思って、わがまま言うてやめた僕をこうやってまた受け入れてくれて、もうね、もう頭上がらないですね、やっぱり。もう途中でね、挫折したんですよ。まあ、その辺のその事情っていうのは、まあ、ようわからんのですけど、そして1年かね、そのぐらい経ってからやはりもう一度やりたいっていう方に、再度、来たんですよ。それからですね、一生懸命やりました。1年半後に現場に帰ってきた後は修行に専念。親方に認められる存在となった。彫りを進めれば下絵は消える。元になったデザイン画を参考に、その都度筆を入れ平面の絵を立体的に彫り進める。出来上がった時の奥行きも計算し、のみを入れていく。親方に見てもらう。もっとこう思いっきりバンバーンと外っていってね、視線と何回も同じことを繰り返すと暇だから、ここらでもこの落とさなあかんやろ。本当はもっとズバーンと思いっきり落としたら、最初大体このぐらいってバーンと一遍落としといたら、もうその何回もその工程が1工程でも避けられるから、そんなに早できる。繊細でありながら大胆な一頭も求められる。親方の一言一言が次への一歩となる。だんじりは多くの職人の手により制作されるが、それでも完成まで1年以上の時を要する。一つ一つの彫り物が精密に仕上げられ、決して妥協は許されない。原さんは子作りという工程に取り組んでいた。彫り物の出来栄えは形を整える子作りで決まると言われるほど重要な工程の一つである。元になる絵を参考にしながらも、しっかりと頭の中で立体的な人物を思い描き彫り進める。彫る部分を見極め、のみの動きを巧みに変化させる。筆を入れながら形を整えていく。一回パーンってはつってしまったら終わりなところあるんでね、やっぱりそういう徐々にっていうか形を作りながらじゃないと、バン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 ばっかりやったら
気づいた時には、まあ、厚みがいいとか落としすぎたとかはなってしまったらね、もう取り返しつかないんで。のみの動きがより細かくなる。人物の形が完成した。ここから磨きがかけられ滑らかさが生まれる。平面の絵の人物を立体的に仕上げていく。絵にはない立体像が常に頭の中にあるという。これも長年の修行で培った技だ。透け刷り、彫り上がったものを叩かず手の力で削っていく。表面をより滑らかにし、同時にわずかな起伏をつける。顎を使いのみに微妙な力を加える。少しでも必要以上の力が加われば取り返しのつかないことになる。一頭一頭に神経を集中させる。春、今年新調されるだんじりの完成の日が迫っていた。若きだんじり彫り物師の原さんは今年の祭りで新調されるだんじり作りに取り組んでいた。親方が原さんに託したのは泥幕という場所。泥幕はだんじりの顔と呼ばれている重要な場所だ。ここを任されるということは彫り物師にとってとても名誉なことなのである。工程は仕上げの段階に入っていた。人物の表情などの細かい部分を彫っていく。より繊細な場所は顎でのみを操る。この作業は自らが納得するまで続く。そして4月、ついにおよそ2年の歳月を費やしただんじりの完成が近づいた。パーツごとに仕上がっただんじりは工務店に持ち込まれ、専門の大工の手により組み上げられる。匠の技により彫られただんじり、繊細でありながら壮大、見る者を圧倒する。原さんが彫った泥幕も見事な仕上がりだ。今回の泥幕は5枚重ねになった深い奥行きがスケールを増大させる。見る角度によってさまざまな表情が現れてくる。まあ大工から見たらすごい出来やなと思いますね。あ、そうですか。今まで何代も見てきましたもんね。そうですね。まあ僕時代は3代目ですけども、まあ、今までも結構すごい彫りをしてくれてるんですけども、今回は特にねいい出来やと思いますね。あ、そうですか。まあとにかく一番最初は一番前の前板、これ5層になってますけども、はい、一番前の1層目の出来をさせてもらって、で今回はまあ奥にねかなり深く
46センチぐらいの深さがあるんでね、それもねちょっとよそにはないぐらいの深さなんで、最終確認のため原さんが駆けつけた。念入りに彫り物の配置を確認する。5月の引き渡しの日には早朝3時に町会にお披露目し、その後だんじりに魂を入れるとても重要な儀式を控えているのだ。小さなミスも許されない。やっぱり組んでついたらなんか違いますね。5月4日午前3時だんじり引き渡しの日。いよいよ2年の歳月をかけ職人たちが精魂込めて作り上げただんじりがその姿を現した。今回新調されたのは熊取町小貝徳のだんじりである。何十年にわたり町の人々に愛され続けるだんじり、地域の人たちにとって自分たちの町のだんじりには特別な思いがある。かっこいいな。そして職人たちも2年間この日を目指し邁進してきた。一頭一頭に集中し魂を込め彫り上げただんじり、思いが込み上げる。このあとだんじりは手こ渡し式により正式に町会に引き渡される。そしてだんじりに魂を込める神社での入魂式、さらに町内お披露目曳行が行われる。町にとって最大の行事だ。会場前にはすでに大勢の町民がその時を待っていた。手こ渡し式。手ことはだんじりに取り付けられた舵のようなものである。前手こ2本が工務店より町会に手渡され、正式にこのだんじりは町の宝となった。手こ渡し式は滞りなくご利用のをここにご用意します。そしてだんじりに魂を込める入魂式のため神社へ向かう。入魂式を経て初めて祭りに参加できるのだ。神社に着くとだんじりの宮入りが始まる。この地区の宮入りは境内中央にあるお社を2周半回る勇壮なものだ。そしていよいよ町内お披露目曳行だ。だんじりを中心に町民が寄り合い、そこに笑顔があふれる。だんじりは町の宝であるとともに町民の絆の象徴でもあるのだ。秋の本番を前にだんじりに対する人々のさまざまな思いが町内を駆け回った。
そうですね、なんかもうこのオガイトの人ら人たち皆さんなんかごっつい元気で楽しそうに弾いてくれてて、なんか作った方もああよかったかなーって、まあでもそうですね、まあ力いっぱいは差し回りましたけども、まだ自分自身まだまだ自分なりの課題もありますし、もっともっと腕も上げて いかなあかんとこやし、300年の歴史と伝統を持つだんじり祭り、そこにはだんじりを愛してやまない人々の思いと職人の魂が永遠に息づいている。明日への扉を開け、また一歩夢に近づく。